女装ドラッグアイドルロビンソーのそわそわラジオン。この放送はエンジョイ沖縄 WEA の提供でお送りいたします。はい、はいさーい、はいさーい、中華のビラー、はい、中華のビラー、中夜、12月の7日、はい、ナトエビン、はい、はい、午後9時半を回りました。いきなり標準語になるっていうね。はい、第37回、うん、女装ドラッグアイドルロビンソーのそわそわラジオの時間となりました。イエーイ、パフパフ、イエーイ。はい、はい、この番組は、うん、LGBTQ のあれこれをお話ししちゃう、きっとすっごく楽しい情報番組です。です。危ない、今 裏情報って言おうとした。裏情報、なぜか。いや、裏情報は言ってないと思うんですけど、ね、裏ではない、はい、ですよね、うん、大丈夫ですね。全然表しか言わない、はい、表しか言わない、やばくても、はい、そして真実のみということで、ね、そうですね、はい、はい、日曜ゴールデンタイムを彩るのは、はい、エラブリー担当インスタ映えのロビンソーと、どこ見てんの。魅惑のテクニジャン宮城フェスティバルでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そわそわラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。番組への感想や質問やご意見、何でも OK。 メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっています。 Twitter ではそわそわラジオで検索すると公式アカウントがヒットします。ネットではロビンソワで検索すると Twitter、Facebook、Instagram でもヒットします。そしてツイキャスや YouTube でのライブ配信も行っており、番組終了後には YouTube で見逃し配信をしているので、ぜひご覧くださいね。ご覧ください。よろしくお願いします。いたしくにけさぶら。はい、はい、それでは最後までお楽しみください。はい、はい、お楽しみください。さあ、今日から、はい、まあ、今日からっていうか、私の番組がね、今日から12月突入しました。うんうん、そうですね、はいはい、ということですね、うんうん、もう今年も残り少ないんですけど、はい、今月のテーマ、はい、12月あるある、うん、まあ、冬あるある、うん、まあ、クリスマスの何かね、うん、思い出とか、うん、楽しい思い出、苦い思い出、そう、ね、何でもよろしい、はい、よろしい、よろしい。どうした、なんか言葉がなんかよろしい。はい、何でもよろしくてよ、よろしくてよ。そして忘年会、大晦日、はい、今月いろんなね、イベントが、そうですね、いろいろあり、いろいろありますね、いろいろありますけども、はいはい、さあ私たち今日は、うん、はい、収録放送、はい、お久しぶりーふ、はい、お久しぶりーふ、はい、はい、コロナのやつのせいでね、ね、本当に広がってきたので、うん、ちょっとだけ自粛しようかなって、はい、うん、思ってます。ちょっとだけ、ちょっとだけね、ちょっとだけよ、ちょっとだけ、はい、はい。何だろう探り探りです。そう、はい、すいません。あと、あ、そしてですね、はい、はい、今月、まあ、12月ということで、私今日の衣装、サンタクロースチック、チックサンタクロースってか、じゃあサンタクロースですね、サンタ、女装サンタです。はい、かわいいですね。かわいいでしょ。かわいい、かわいい、そうそうそう、ボンボンとかね、そうそうそう、ね、ここにね、かわいいね、あの、はい、ムカつきがついたらこれで頭殴るっていうね。バーンってね。ドゥス。聞くそれ。ボンってやって。あ、ここ振りかざしながら、うん、私のコプションがバンって行くから。そっちメインじゃん。そう。あー、ドゥクシってやるからね。はい。と、はい、いうことですね。はい。お話していきましょうか。はい。行きましょうか。はい。今月、まあ今日は、まあ特に話すことが、ない感じなので、はい、次週からね、ちょっとテーマ決めます、決めて、まあ、やろうかなと思うんですけど、今日はなんかネットで見つけたゲイあるあるっていうのをちょっと見つけたので、うん、はいはい、ちょっとロビンに投げかけるというか、まあ、共感できるのかなということで、はい、はいはい、ちょっとお話しさせていただこうかなと思うんですけど、はいはい、いいまず、だ、いい？ええ、いいわよ。大丈夫？何でも来い？ええ、神ヘア。どんと来いということでね。バチコヨラ。はい。いいですか？はい。貯めるね。どうぞ。はい、その1、はい、同性を好きになってしまった。うん、ほうほう、ということで、当たり前の話ですが、生まれた瞬間に自分がゲイだと自覚する人はいませんということで、うん、まあ、何かのタイミングでね、好きになって、なんだろう、ドキッとするっていうことかな。どうです？あるあるある、あったよ、あったよ、あった、ええ、ロビンにもあったんだね。あれは、
何十年前かしら、はい、何十回話しました、はい、時間がねないので、ね、そうですね、はいはい、すいません、ありますあります、はい、うん、その2、はい、家族や友達に打ち明けられない、どうですか。あ、そういう方多いんでしょうね、うん、私は当てはまらない。そうだよね、ロビンは割と言ってるオープンっていうか隠し事しないというか、うん、そんなイメージがあるので、うん、諦めて言ってる。諦めてるんだね。でも一番最初に言ったのは、うん、中学生の頃かな。おお、でも勇気あるね。うん、でもあの頃は、うん、あのバイセクシャルだったから。ああ、なるほど。男性も女性も好きになる。途中で変わったっていうことです。変わったっていうか、まあバイじゃなくなって。そう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 、もう両足突っ込んだのよ。ガーッてもう、うん、突っ込んで、ね、もう底なし沼よ今。底なし沼になっちゃった。そう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 、うん、なるほど。まあ、はい、これもね共感できるということで、うん、はい、その3、周囲にバレないか心配。あ、これもさっきの話と関連付けられるんじゃないですか。あんまり、うん、どうでしょう、周囲にバレないか心配、はい、なんか私の場合、うん、もう出てたみたい。なんかもうオーラじゃないけど、そう、もうなんかね、小学校の時から、うん、あのなんかやんちゃな男子たちとかにさ、うんうん、このふざけて、うん、おかまーとか言われることあった、うん、あ、じゃあもうその頃から何か出てたのかな、うん、もしかして出てた。女の子と遊ぶのも好きだったし、うんうんうん、あ、でもかといって男子ともなんか鬼ごっことかやってたんだけど、ママごととかも好きだったし、うん、なんか冬になったらマリつけとかね、やってた。ゴム弾とかやった。懐かしい。え、懐かしいね、夏いんだけど。やってたやってた。やってたね。でも嫌だったな。あの、あ、嫌だったんだ。おかまとかなんか言われるのが。ああ。今だったら別にいいんだけどさ。強い心になってたからね、今ね。そうね。うん、そうそうそう。次いきます。その4。はい、はい、ゲイがバレたとき、いじめられたり、差別されないか心配。うん。どうでしょう。もう体験したもん。もうね、なんかいろいろ体験してるみたい、みたいですからね。うん、うん、あのいじくられた。いじくられた、うんうん、いじられた。ああ、いじられた、はい、はいはい、いじくられたって誰ね、なんかこれ、そう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 、指でのほじくられたみたいな、そうそうそうかなと思って。それではないですよね。それではない、それはまあ、うん、たまに、うん、もこれたまに、はい、これも次回ちょっと聞きましょう。はい。じゃあその後、はい、好きな人に告白できない。好きな人に告白できない。したけど。はい。その6。恋人ができない。恋人できたけど。できるよね。できるよ。うん。うんうん、じゃあ7番目までちょっと一気にいっちゃいましょうかね。はいはい。恋人との、あ、これはどうだろう、うん、なんか。うん、ロビンも当てはまるというか、何、恋人とのデートが簡単にできない、はい、あ、場所とかにもよるのかな。あ、まあ、歩くときとかはさすがに手つないだとかはしないけど、うんうん、あ、それは周りの目とかを気にしてということですか。そう、まあ、それもちょっとあるかな。なるほど。あるし、うんうん、まあ、なんかね、あえて別に他人にこののろけてるところを見せるもんでもないかなって思ったりして。あ、なるほどね、うんうん、それはじゃあまあ普通の恋愛でもちょっと共通してる部分っていう、まあ今回のそのゲイあるあるも関係なしにってことなようなも気も僕からしたらちょっとするので、うんうん、私的に多分そうかもしれない、うん、まあ一般的常識で言うとってことですね。そんな感じかな。なるほどなるほど。って思う。おお。うん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 。じゃあちょっとなんか、うんうん、時間もあれじゃない。そろそろ半分来そう。あ、そうだね。半分来そうだね。じゃあ残りのやつは後半に取っといて。うん、そうですね。取っときましょうか。取っといてあなたのね、はい、あのコーナーからさっさとやりましょう。はい。もういつも適当よね。ロビンはね。はい。いいです。じゃあお願いします。どうぞ。はい、この曲聴いてレッツフェスティバル。イエーイ。はい、というわけで、はい、今日は、はい、虹色チュラーズのメンバーの
ジュリアン、ジュリアン、ああ、あのおばさんね、おばさん、はい、おばさんね、はい、来たわね、もうね、めちゃくちゃ収録なんで行っておりますけども、おばさんだとか、はい、おじさんだとか、おばさんだとかもね、大丈夫よ、あの、直接やってるから、あ、大丈夫、私はもうブスブスめっちゃ呼ばわれてる、あ、そうね、俺はあんまり行ってないから、ちょっと覚悟してる部分があるんだけどね、あ、いいんじゃない、あ、大丈夫だよね、許されるよ、うん、きっとね、うん、ジュリさんは優しいから、はい。うん、あの許してください。はい、お願いします。でジュリアンさんから、はい、リクエストをいただいて、はい、今日はキュリオっていう方アーティストの粉雪っていう、うんうん、粉雪、はい、粉雪ってね、あの、うん、皆さん、まあ、皆さんというか一般的に、まあ、有名になった曲っていうと、あのレミオロメンさんの粉雪が、あの有名だと思うんですけど、そうね、うん、そうそうそう、懐かしい、なんですけど、あのこの曲、キュリオさんの曲も、うん、いい曲だよということで、うん、まあ、時期的にもね12月になったんで、うん、まあ、沖縄は雪降らないんでちょっと、うん、雪のイメージがしづらい部分もあるとは思うんですけど、うん、まあ、ちょっと聞いていただいて、はい、くださいなということで、はい、はい、じゃあ曲の方を流したいと思います、はい、お願いします、お願いします、はい、キュリオで粉雪です、はい、どうぞ、キュリオさん、はい、でしたっけ、はい、の粉雪でした、いい曲でした、ね、いい曲でしたね、ちょっとなんかでも明るめじゃない、そうだね、明るめだね、はい、レミオロメンさんとは違って、まあ比べるわけではないんですけど、うんうん、はい、ということです、はい、ありがとうございます、はい、さあこの番組は、ただいま女装ドラッグアイドルロビンソワのソワソワラジオを、収録で放送しております、はい、LGBTQ のね、いろんなお話をしちゃうコーナーです、うんうん、さあさっきの続きと、はい、いきますか、いきましょうか、はいはい、はい、どこまでいったかな、あ、そうだ、さっきは恋人とのデートが簡単にできない、うん、そうそうそうなんです、あの、うん、今ねチャンネル変えて聞き始めた方、今のゲイあるあるのお話をしてるんですよね、そうそうそう、うん、はい、いろいろロビンに問いかけるというか共感できるっていう感じでやってるんですけど、はい、はい、じゃあその8かな、8、その8をいきましょうかね、はい、これはなんか今までの質問とはちょっと違う感じになるんですけど、うんうん、はい、その8、住まいが借りられない、住まいが借りられない、ほう、なんだろう、まあまあ借りられない、借りられない、まあ手続き上なんかあのあれじゃない、うんうんうん、あ、私は共感できない、うんうんうん、あの共感できないっていうか、うん、一緒に住んだことないからそもそも、あ、そうなんだ、そう、状況は分かんないんだけど、うん、でも私が思うには、え、別に男同士、男友達でシェアしてなんか住むみたいな感じで感覚でいいんじゃないのって思うんだけど、ダメ？まあまあまあ、そう、ダメ？ダメ？俺に問われてもね、まあ分かんないんですけど、まあ、はい、でも僕もそういう感覚でいいと思うんですけどね、うんうん、そのまあシェアでしたっけ、シェアルーム、うんうん、みたいな感覚で借りられればね、別にそれはそれで。うん、いいのかな、まあ、借りられない、借りられないことはないのかな、私は、うんうん、私も別に男友達同士で、うん、まあね、女性だったら、うん、例のビアン友達同士でとかさ、はい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 、だから友達同士でシェアするんだよって感覚で、うん、入ればいいんじゃないのかなって思うんだけど、なんかやっぱないの、ダメなのかな、なんかあるんじゃない、なんかあったかしら、何かが何か、なるほどね、あ、でもね、あの最近、うん、もう東京かな、うんうん、県外であの、うん、LGBTQ 当事者の、ま、ゲイの方が、うん、あの社長さんしてる不動産の会社があるらしくて、うん、もう本当に LGBTQ 当事者の方向けの、うんうん、あのお部屋を紹介とかへしてるらしいんですよ、うんうんうん、Twitter でも私最近ちょっとちらっと見たし、うん、テレビでも、うん、あの報道されてて、うん、あ、なんかそういうビジネス、あ、最近どんどんね、この LGBT 関係のビジネスって増えてきてるんだなって思った、うんうんうん、そうだね、そういうお家のこともそうだし、まだ目向けていかないといけないというか、うんうんうん、やっぱりちょっと特殊な部分、特殊っていうとまたちょっと言葉があれですけど、うん、
ちょっと補助みたいなことをしていかないといけない部分っていうのはたくさんね、うん、やっぱりあると思うんでね、うん、まあビジネスとしてもそうですけど、うん、まあその手助けっていう LGBT の Q の方の皆様の手助けっていう意味合いでもっとね、うん、いろいろできたらいいかなと思いますけどね、うん、うんうんうんですね、はい、はい、じゃあその次その Q いきましょうかね、はい、結婚できない、結婚できない、あ、まあまあね、まあ日本はね、うん、あの法律的に結婚はできないんですけど、うんうん、あのこの前のこの 前々回の週か、はい、にもお話しした通り、あの、うんうん、同性パートナーシップ制度が、はい、あのできて、うんうん、まあ、結婚に近い状態、はいはい、まあ、手続き証明書か何かが発行されるんでしたっけ、あ、そう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 、うん、あのその、制度を取り入れている、うん、まあ、市町村に、うんうん、あの住むことがまあ条件ではあるんですけど、そうそうそう、あの電話とかで、うん、役場とかに問い合わせすれば、うん、あのおそらく確か無料で、あ、那覇市は確か無料でできるのよ、うんうんうん、他の市町村はどうか分かんないけど、うん、なんかね、前々回お話しさせていただいた時に手続きする書類とかちょっと、うん、あのロビンが喋ってたと思うんだけど、全然ね難しくないさそうだったからね、普通の婚姻届っていうんですか、うんうんうん、と変わらないような感じもしたので、そうね、まあ、うん、住民票とか個人、あとなんだっけ、身分証とか、うんうんうん、まあ、あとはその申請書類、うん、申請書とかもなんかこう書けば全然発行してもらえるみたいな感じ、うん、じゃあ全然難しいことはない、そうだね、ね、わかりました、はい、じゃあその10、はい、相続できない、病院に立ち会えない、あー、これね、これはね結構問題っていうか、うん、悩みよね、そうだね、どうしようもできないというか、うん、ね、まあさ、うんうん、あのお互いのね、うん、両親に、うん、まあ、パートナーですよって、まあ、紹介をしてカミングアウトもしてってやっていたとしても、うんうん、やっぱりこう両親はストレートだから、うん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 、やっぱり理解できない部分っていうのはあると思うわけ、そうだね、なんかこう相続とかなってきたら、うん、それはちょっとやっぱり両親としては、うん、もう結婚してないわけだから、できないわけだから、そうだね、いくらパートナーシップ制度あったとしても、うんうんうん、だからその辺のパートナーシップ制度の効力っていうのはそこまでないっていうことですよね、じゃないかな、ね、とは思うんだけど、そうそう、でも両親からしても、うん、いや、なんかもう他人にこのなんていうのあげるような感覚になるんじゃないかなと思って、うんうんうん、そうだよね、言うたらもうそういうことですもんね、そうそうそう、うんうんうん、病院もね、うん、そう、まあ、保険とかさ、うんうんうん、そういうのは最近あのパートナーも同性を含みますみたいな、うん、約款とかね、はい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 、いや、そういうの含まれてきて、うん、どんどんあの今風になってきてるんだけど、うん、今風、うん、そうそうそう、まあ、そういうところのまあちょっと、うん、病院立ち会えないとかね、うん、あるよね、うん、私はまだ共感できないです、分かんないです、あ、なるほど、うん、まあその立場に置かれたことないから、ああ、なるほど、うん、ちょっと分からないというか、うん、私分かんない分かんないの、分かんない、うんうん、じゃあね、もし今後もしかすると、うんうん、ロビンにもそういう今言った経験とか出てくると思うんで、うんうん、ずかずかと行くかもしれない、私そうだね怖恐ろしい、だけんじゃないわよって、うん、すごいまともに怒ってきそう、でも私なんか病院とか行ってもさ、ふざけんじゃないわ、どうしなさいよって私たちあの、何、うん、お尻のあの見張っ、何見せ合ってる仲なのよって、いや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 あんたたちより見てるのよ的な、そう
あんたたちより全然介護できるわよ。できるわよ。中の具合だって分かんないよって。いやいや。これダメ？大丈夫今の。大丈夫じゃない？中の中の具合。ちょっとごめん、じわじわきたね。うん、中の具合まで分かるのよ、ちょっとツボったな。今日はちょっと調子いいわねみたいな。そう。今日悪いわねみたいな。そうそうそう。やばい、おかしい、自分で自分で言っておかしい、はい、おかしいね、うん、面白かったよ、面白かった、ナイスでした。まあというわけでね、うん、ゲイある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 、うん、10選、次回にも引っ張る、ちょっとそうだね、もう少し掘り下げる、掘り下げ、ジャンガジャンガだから、なんでカミ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 だから、アンガールズでちょっと、はい、ごまかそうということで、そうはい、じゃあ次回も、うん、ちょっとまた探してみて、はい、うん、まあ、ロビンにあればちょっと問いかけ、はい、質問コーナーみたいな感じで、うん、まあ、どうみたいな感じでやって いけたら、なんか楽しいね、そうだね、楽しいね、うんうん、なんかの話持ってくるのもいいけど、うん、実際私の話とかもそのあんまりしてないかもしれない、そうだね、してないよね、うん、俺もそういう方々のお話ってあんまり、まあ、直接聞いたりとか、うん、あのお伺いすることってないので、うん、あ、そうなんだって思うもあるので、すごく面白かったです、あざーす、はい、ありがとうございました、あざーし、はい、あざし、はい、はい、ということで、じゃあ、 あの、うんうん、次回もね、このあるあるをちょっと引っ張って、はい、引っ張ってって、まあまあまあ、まあ、はいはい、はい、そしたらもうそろそろちょうどいい具合で終わりの時間が見えてきたようなんですけど、ね、はいはい、じゃあ次回はいつ、14、7日だか、そうだね、14かな、14だね、うん、っていうことになるんですけど、うん、次回もちょっと収録にします、そうですね、しばらく、まあ、今年、あ、13だ、あ、13ですね、失礼いたしました、はい、いいえ、はい、13ですね、はい、はい、収録でいきますので、はい、また次回も皆さんご視聴お願いいたします、よろしくお願いします、はい、はい、次回第38回か、はい、12月13日、うん、日曜日午後9時半でございます、うん、はい、この番組はエンジョイ沖縄ダブルギアの提供と、お相手は私ロビンサーと宮城フェスティバルでお送りしました。じゃあ明日からまた1週間道の明日にそわそわしながら、でも堂々と頑張りましょう、それではまた来週、そわそわ、あ、そわそわ